荒れるっていう私は前提で考えてますんで、はい、この場の本来の豪客は見られないだろうと、はい、とにかく今までの功績は称えたいんですけれども、はい、もう構想してほしいんですけれども、はい、消してみたいと思います。わかりました。こんにちは。こんにちは。いや田沼さん、まず先週のアッシュゴールド発着残念でしたね。そうですね、ちょっと気象的なまだ未熟さっていうのがあったのと、はい、あとネオルミエール、もう致命的な出遅れ、割れなかったら多分勝ち負けになってたんじゃないかなと自分では思うんですけど、はい、これは言い訳ですが、はい、ただ負けは負けなんでね、まあ、今週の有馬記念で頑張っていきたいと思います。はい、先週の動画見ていただいたユーザーの方もそう思われた人も多かったと思うんですけれども、はい、じゃあ、早速今週、年末大一番有馬記念ということで、はい、今回の企画なんですけれども、多すぎる G1 馬を公開消去ということで、過去にも同じような感じの企画をやらさせていただいたんですけど、はい、今回はジャパンカップの時の9頭をしのぐ10頭の G1 馬が、はい、出走しまして、うん、10頭中なんと6頭を買い目から切っていただくというような企画になるんですけど、ちょっと意気込みというかですね、ちょっと田沼さんの非常にですね、はい、もうやっぱり厳しいですね、うん、ミッションですね。そうですね、もうG1 馬を、6頭切り捨てるっていうのはね、やっぱ至難の技じゃないと思いますが、はい、自分なりに冷静にこう考えてね、はい、切ってみ、たいと思います。わかりました、はい、じゃあそれでは早速、こちら豪華メンバーの中からどんどん切っていこうと思います。それでは田沼さん、早速1投目お願いします。1投目はビルシーナですね。はい、ビルシーナ、おそらくこの馬がペースを来るのではないかと言われているんですけれども、そうですね、まあ、初めての中山で、展開は向くかもしれませんけれども、ピークの状態はもう過ぎたかなという感じがします。出番はないだろうと思います。わかりました。それでは、続いて2投目、はい、お願いします。2投目は名将マンボですね。はい、ちょっとですね、ここ2戦の内容を見る限り惨敗ぶりからですね、ちょっと燃え尽きた感じがするんですよね、はい、一度こう調子を落とした牝馬がましてはこの冬場にもうこの最終この最後の一戦でですね盛り返すっていうのは至難の技だと思います、はい、そういう点からやはりこれも切り捨てた方がいいんじゃないかと、決してするのが正解だろうと思います、はい、なるほど、わかりました。それではですね、続いて3投目お願いします。当選ラーですね。はい、やっぱり本質的に、ね、軽い芝向きだと思うんですよ、はい、まあ、天皇賞2着で、はあるんですが、本質的にはですねマイルがベストかなと、そういう点から総合評価して、これも割引、ちょっと厳しいんじゃないかなと思います。なるほど、分かりました、はい、それではちょっとどんどん、実績馬がもう残ってきたというかですね、はい、厳しいかと思うんですけれども、4投目をお願いできますでしょうか。ワンアンドオンリーですね。あ、なるほど、ここでもうダービー馬が登場ですか。です、ね、はい、状態がですねあまり上がってきてないと、それに荒削りな面がこうありまして、はい、小回りは向かないんじゃないかと、うん、そういう点でこの馬の本来の豪脚は見られないだろうと、うん、消してみたいと思います。わかりました、はい、それでは次々と言ってみましょう。5投目お願いします、はい、フェノーメロですね。あ、フェノーメロ、はい、やはりここ2戦の内容がやっぱり覇気がないんですね、それにもう1点付け加えるなら日経賞を勝っておりますが、はい、冬場はもしかしたらあまり良くないのかなと。あ、そうなんですね、もうちょっとね寒い時期よりも暖かい方の方が、はい、この馬の体調が新陳代謝が良くなるのかなと、うん、そういう点から状態面で私はまだ本調子ないという点から、はい、あと重い芝という、うん、割引材料があるなということで、はい、ここは思い切って切ってみたいと思います。なるほど、ちょっとフェノーメノに関してはステイゴールドサンクということで、はい、ちょっと穴人気というか注目を集めていると思うんですけど、そこは結構思い切った、ね、そうですね、やはり、このメンバー的にですね能力的には十分足りると思いますけれども、現状の現時点でのね、はい、体調からやはり今回は厳しいだろうと思い切ってやっぱり切るしかないなと思います、はい、なるほど、分かりました、はい、それではちょっと大取り、いよいよ最後の6投目なんですけれども、一体どの馬にあるんでしょうか。ジェンティルドンナですね。ここでジェンティルドンナ登場ですか、ね、前走
ジャパンカップではちょっと緩い芝がですね、はい、フィットしなくて負けたんですけども、はい、4着に。それにしても負け方がね今一つ不甲斐なかったと、はい、それにあの前走ですね JC でですね、はい、3連覇がかかってて状態もあそこにピークに持っていったと思うんですよね、はい、もう構想してほしいんですけれども、はい、シビアにそこはね、はい、あの注射をはっきりさせないといけないと思います。わかりました、はい、で、まあ、ということはやはり買い目はの中心残りの G1 馬を中心に組み立てるっていうような形で田沼さんは考えられますか。いやあの G1 馬以外にもですね、はい、面白い馬が2頭ぐらいいるんですよね、はい、そのあたりにもですね、うん、黒三角や、星ですね、はい、あたりの重印を回したいなと思ってます。なるほど、まあ、荒れるっていう私は前提で考えてますんで、はい、まあ、これも本当に難解極まれないレースだなと思いますね。なるほど。じゃあちょっとやっぱ気になるその爆弾の馬も教えていただきたいところなんですけれども。そうですね、はい、まあ、これはあの週末のナンバーワン予想で披露したいと思いますね、はい、なるほど。ぜひ注目してほしいと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、今年最後の有馬記念、まあ、最後の最後まで田沼さんには過酷なミッションに挑戦してもらったんですけれども。そうですね、はい、まあ、1年ね闘病を飾るレースですから、はい、ぜひここを的中させて、はい、いい正月を迎えたいと思います。はい、じゃあ明るい2015年を迎えるためにも、はい、はい、有馬記念ぜひいい結果を心待ちにしたいと思います。すみません、じゃあ今週はというか、まあ、今年ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。